ミミックの監督を務めました高浜です。ミミックという映画で森本という役をやりました北谷由紀です。この作品は、ホームレスの主人公が、まあ、お金を手にして、一年発起、再起を図るというお話になっております。そうですね、お話の流れを通して、まあ、主人公にとって一番何が大切で何が必要でっていうところを、描ければいいなと思って作りました。この後オンライン配信等もございますので、ぜひ機会のある方はご覧いただけますと幸いです。よろしくお願いします。オンライン配信ぜひ見てください。よろしくお願いします。全部言っちゃったかもしれない。